はい、皆様こんにちは。マリーポテトのチャマです。今日は私が野菜を栽培するのに使っている箱の紹介をします。今絶賛作成中ですのでお見せいたします。物は収穫ボックス、こちらを使っています。外側にかけてある緑色のは防草シート、不織布のものを使用しています。中をお見せします。そこはメッシュになっています。そこに網に入れたいつもの底石を使っています。こちら支柱、長いものは誘引灯に使っています。真ん中の短いもの、これはアンドンをするのに使っています。あとはここにいつもの培養土と黒土を入れて植えるというのをしています。以上で説明を終わります。ご視聴ありがとうございます。